おお。はい。大福とお茶を出して、はいはい。宿場の入り口に、うん、この看板を立てて、ね、なんかすごい縁起物がね、名前からしてもあれですしね。商売してたんですよ、ね。へえ。じゃあかなり歴史がある。あのあれですね、ご商売されて。これが裏と表同じくできてて、うん、これを軒下に下げて、看板にしてた。あ、そうなんですね。大活躍したやつ。大活躍ですね。でも、おそらく江戸時代中期とかってなってます。由緒あるものなんですけどね。ありがとうございます。あ、いえいえ。せっかくなんで。ありがとうございます。